小屋の扉が開いて出てきたのは、ミーアキャットの一家です。岡崎市にある入場無料の動物園、東公園動物園で父親のカズと母親のビーの間に去年11月子供が3匹生まれ、先週から一般公開されています。とても可愛かったです。はい、可愛かったです、はい、3頭ともビーちゃんのおっぱいをよく飲んでて、本当に元気にすくすく成長したと思います。開園日の午後1時半から1時間ほど公開され、赤ちゃんの名前も近く発表されるということです。